はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず、陽子さんを治療するため温泉郷湯の花へ向かいましょうというところですけれども、ちょっと一回町へ戻って魔法と装備とか買えるものを買っときましょう。目的地が上の方になってるけど、ちょっとあと銃もね、もう一本欲しいんで。敵が出ちゃったけど、まあ、敵は金になるからな。お、これは南極の風を使えば、南極の風ないしバルトラを攻撃して、でマグノリアは多分このフレアランタンでいいでしょう。よし、これで一旦で倒そうか。うわー、イデア弱えてかやっぱこれ命中率が関係してくるよね、このヒット数は。トマホークそうするとやっぱ欲しいな。弱っ行きがけのダチンが発動してるけど、いてー、くらえ、超強いしかも三刀流だった、よく考えたら。防御力超弱そうその代わり、そういえばこいつらがいる理由もなんだかよくわからないな。なんで夜になると人が戻ってくるんだ。まずはこのジョブでちょっと攻撃力を高めていきたいんで、銃は絶対必要だな。 U に1本買ってやるか。命中率も結構高いな。命中202とか、マグノリアすげえな。あとは、遮光棒すげえな。魔法攻撃力と魔法防御力が下がるけど、まあ、しょうがない。安いし。商人はこれ。で、マグノリアとイデアはこの二つだな。ティズも遮光棒か、そうすると。うん。なかなかに金がないな。結局はまだ金不足に悩まされる。ほい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 。あ、頭、そうだ、こいつら武器装備してるんだった忘れてた。なんてことだ。鎧から揃えていくべきだった。魔法なんか変える。スピードアップ。お、魔法反射、まあ、これ一個買っとくか。まあ商人がいるおかげでまだまだこのくらいの出費で済んでるけど、本当にお金がないな、商人いなかったら。ほら、いなくなった。何とも思わないのかこいつら、謎すぎる。そうか、夜はお祭りだから帰ってくるとか、そんなんじゃないよね、まあ、それなんか会話でも言ってたけど。これでここが渡れるようになるのかな。どっから渡るのこれ。こっから、あ、反対側に出る。おお、すげえ。大砲がこっち向いてるけど、新しい土地ってわけじゃないから多分敵は変わってないよね。よし、攻撃あとのみ。ほらほらほら、おー、すげー、くらえ。何発銃弾打ち込んでんだそんないっぱい銃弾あんのかな。温泉郷はどっちだ。こっちか。こっちの城は多分いけないな。温泉郷、温泉郷。結局夜になるな。一日中歩いてんのか、こいつら。お前らはもう雑魚だ。
お、確実に4ヒットするな。生きがけも発動してるし強い。いいね、だいぶ戦力が整ってきたな。ジョブが増えてきて、ここか。かなり日本っぽい街並みっすね。おお、完全に日本じゃん。温泉郷湯の花。しかも夜だし。ところで、温泉というのは豊富なミネラルを含む。温泉に浸かると使う。うん、おまんじゅうと。おまん。卵も。じゃ、違うよ。それをお土産に。ペーパー。スウィッ。さあさあ。うん。あそこに湯屋がござる。ちょっと。ここの。アイテム屋さんとかはどんな感じなんだ。情報を久々に集めるか。この猫は、そうだ、猫と話せるんだ。このハゲは、こいつもハゲじゃね。帽子かぶってるか。週末の世界が訪れる。こいつは知らん。なんかどうでもいい。お、こいつそのままじゃん。あー、ケアルダが売ってる、エスナガも売ってる。欲しい。金が全然足りねえ。商人になっても結局金足んねえってわめいてんな俺。レベル上げするとでもレベルが一気に上がっていくからな。アイテム屋さんはもう基本変わんないっすね。もうで武器屋。おお、また強そうなのが売ってんな。これにしよっかな。これ片手だよね多分。頭にねちょっと武器を装備してるんで盾を持たないと弱い気がするんだよな。種ヶ島高い。また全てが高い。マジかこれ。刃の盾 すごいな。回避がやっぱね上がるな。どうしようかな。両手武器は強いって。もう回避みんな1だし、1-1-1って。で頭は武器を装備してるから鎧しかない。結局お金がないんだけどね。とりあえず温泉に浸かりますか。じゃあちょうど夜だし。あ、宝か。残り3。お、虎の毛皮がある。77円。なんで金が落っこってんだあんなとこに。この人たちの誰かのお賽銭とかじゃないのかな。いいのかな、もらっちゃって。77円ってしかもなんかそれっぽい金額ですからね。ここにまた旅があった。こいつに話すと多分話が進んでいくのか。エーテルターボやった。すげえのが落っこってんなこの宿。宿のものじゃないのかな。あなたたちなんで宿のものを勝手に持ってくんですかみたいな。私本日もよーし、かたじけない。ところでな、謎だから、いくら俺でねえって。そうだね。ああ、いや、これが揺れる。なるほど。なんて、それじゃ覗くなって。じゃあいいです。ではそれがしも。てかこいつ仲間にしたいんだけど。超強そう。え、何すんの。もういいよ。こいつ頭つけてんのかよ。それにしてもダンザブローさん、その鋼の、俺も、いやいや、特にその点、そんな、でも俺もちょっと言う、うわっ、
何を話す？筋肉だよ。興味深いのか筋肉に。たくましくしない。いや、剣に魂を捧げる。だそう。なぐ。せっかく呼ぶ。温泉に浸かるだけで元気になるなんてすげえな。さすが全開の湯だ。やっぱりよ。というか今チェズさんそうです、今こそ言う。ダンザブロ顔が見えねえな。世界ユード、どうしてもという燃えている。そうだ。めっちゃ温まってんじゃん。ええ、少し夜風に。分かった。温泉入った後これに着替えるのってめっちゃ暑そうだな。ユウ、ああ、ヨウコ。おかげさま。いやいや、ヨウコとダンザブロス。これであれ、不遊女ってどこにあんだ。聞くところ、それを見お、そなたブレイブリーソード。何、ブレイブリーソードって。という剣を知らぬかや。ブレイブリー知らん、そんなもん。ん、え、知ってんの。あ、いや、その、いや、実はな、兄様は将来、しかし兄様が跡目を継ぐ。それがブレイブリーソードか。伝説の剣ブレイブリー。どうしてそんな条件。兄様は剣術に長け、父上の実、それゆえ父上は。なるほど。兄様は跡目を諦め流浪の旅。兄様にはブレイブリー。いや、ヨーコ、悪いことない。何かあるのか。ん、あの剣はただの剣じゃない。ユウ、うん、ひょっとして。いや、本当かの。そうよの、ありそうなところといえば、それともカッカ火山のふもとに。おや、か、いや、そうか。では、少し早い。ブレイブリーソード、なかなか気になる剣だな。なんかエクスカリバーとかの方が名前的には強そうだけど。おはようございます。おはよう。イデアの寝言が。パフェ食べほ、しょ、甘味どころにも走る。あ、甘酒の。あ、お、どうした、ダンザブロー。めっちゃ急いでるぞ。ユウ殿、妹を見な、うん、ブレイブリーソードを探しに行ったな、うん、あ、ゆうべ。急いで追いかけなくては。みんなそれで元気だからな。源泉洞。カッカ火山のふもとです。ええ。じゃあちょっとブレイブリーソードを探しに行きますか。おお、じいさん。うん、何、和の国。なるほど、伝説の都みたいな感じっすね。風呂上がりの一杯、コーヒーかフルーツか。いや、コーヒーかフルーツかって言われたらコーヒーだな。まあ、甘めのコーヒー牛乳がいいっすね。あ、サブが始まってる。サブイベントやりましょう。え、どこサブイベント？こいつ？今度は何だ？何サブだ？ぶつかった？治療代100万円よこせ。おお、そういうやつじゃなかったか。危ねえ、100万円なんて用意できねえかんな。無理しちゃダメよ。え、そんなに強烈な当たりだったの。急ぎの配達があるって。それこそ治療費だよ。急ぎの配達。ええ、
先日この急いで追加の食料。食料か。グラープトリデに向かった探検隊って言ってたけど。オミノスタ。オミノスか。ええー、丸々としたドゴンを連れてこの町。その方も変わった父母でしたね。アルテミア、弓か。いいでよ。そうね。おお、とりあえずまた追加の注文があると思うから。またこれ完全にお使いだな。これこそ完全なお使いだな。よし、じゃあちょっとサブイベントを進めていきましょう。一旦セーブをしよう。友達出た。コム太郎。相変わらずだな、コム太郎は。友達がいないかんな。寂しいことに。どこへ向かうって言ってたっけ？下の方か。あれ、下の方ってこれ、城じゃん、もしや。うん、大丈夫っしょ、攻撃で。お、強え、強え。まだ武器買い替えてないのにこんな強いよ。ほら。グラブ取りで。宝箱は4つ。ボムのかけら。ここは開かないんだろうな。ここも開かないけど、スイッチがある。いきなり開いた、そこが。1つずつ開けていく感じかな、そうすると。おお、骨。骨。骨リピート。あ、強え骨。どんだけヒットポイントなんだよ骨。ダメだ、命中率が低い。2体までだったらなんとかなの。これ3、4体出てくるとちょっとまた厳しくなるな。フェニックスのなんかすげえ武器とかが欲しいな。味方の先制攻撃。3体倒せるかな。効かない。行きがけのダチンが発動してる。お、また行きがけのダチンが発動した。これ発動するだけでだいぶ違う。お、めっちゃ発動してる。これ絶対倒せる。よーし、お金めっちゃ手に入るな。ん？下にあるかな。まず下を調べよう。骨ばっかだな、ここ。骨の館だ。あ、もうちょっと戦闘早くしよう。なんか怒ってる。怒ってた。多分この前のダンジョンもちょっと見えない感じで怒ってたんだな。どこかわかんないけど。あ、でも怒ってるのってそんな重要アイテムが入ってる感じではないから、宝箱は確実に取っていきたいですね。3体か。行きがけの打診次第だな。ほら、ほら、発動。2発目が、あ、でも、効くときは効くか。ウォーヘッド。もう全然アビリティを見てない。やった、1500円。あれ？ここに、もうすでにいるんだけど。いや、でもここを開けてないから、いけないってことか。ただ途中で休めるっていうのはでかいな。うわ、なんか強そう。ちょっと待って。竜は相変わらず遅いからな。マグノリアが結構早い。
ボムのかけらをちょっと一個使おう。あれ、イデアもそこそこ早かったっけ。あ、早いな。あれ、全然ティズの方が早いし。強い。ゾンビナイトがむしろ弱い。うん、いけね。全然スイッチ押してないからいけない。アイテムは落っこってない。おお。まあいいや、攻撃しよう。あれ、まあゾンビナイトがな、弱いから。完全な骨のやつがやっぱ攻撃が通らない。ゾンビナイト多分ちょっと肉があるから攻撃が通る。行きがけ、行きがけが発動しない。リップオフ、ラーニング。お、ラーニングはいいな。まあ今猫使いがそのままラーニングがあると思うんで。イデアじゃねえし、イデアか。そうだよな、ジョブ特性でラーニングがあるから。全然なんかラーニング覚えてないな。なんかスイッチとかマジ見落としそう。ここは近道になっただけか。置かないよね、こういうとこ。ほら、殴れ。フェンサー強えな。いてぇ。1100とか。すっげえ強いんだけど。お？あ、なんとスイッチか。どこか開いた。どうしよう、上から行こう。何？あ、スイッチがあるか。なんもないと思ったけど。ここが開いて、下には何にもないかな。まあ、とりあえずイデアでこいつは倒せるから。いった、開いた。おお、強い。いいね。うん、何にもない。とりあえずスイッチを押したと。下の階段も行くか。下の階段はどうやって行くんだ。こっちか。少しずつやっぱりダンジョンが複雑になってきた。骨3体か。ちょっと待って、普通にリピートでいいし。うわー、やっぱ骨はダメージが通りづらい。うわ、なんかちょっとミスった感があったぞ今。くらえ。行きがけ、行きがけ何回攻撃してんだこいつ。ここか。いけねえとか思ったけど。あ、開いた。え？あの左の宝箱どうやって行くんだ？なんかどっか隠し通路。これたまにね、隠し通路があるんですよね。マジか。絶対いいの入ってるよ、あれ。取り方わかんねえけど。ボーンナイト、盾持ってるだけあって防御力が高い。で、こいつは弓だから攻撃力が強い。いや、あそこの宝箱マジで取り方わかんねえ。てか、ここの宝箱も取り方わかんねえ。え？なんかスイッチあった？
何、二つも宝箱は取れてない。もうこいつらばっかだな。おお、一だけ。これ頭に銃とか装備できねえのかな。頭に両手持ちのやつ装備できたら強いんだけどな。どうやって頭で銃撃つんだって感じだけど、ちょっと見るだけ見よう。あ、ない、弓がない。弓がないってことは装備できないんだ。やっぱ片手用か。頭に両手は無理がありすぎたか。あ、ここから行けるじゃん、下に。おお、こういうことか。敵が出てきた。万人だな、宝箱の。おお、万人弱い。瞬殺できるぞ、この万人は。宝箱は渡さんって言って死んでいく。さあ、そこにはパワーリスト。よし、これはパワーリストって多分これ器用さだな。なんか説明ある？ほらほらほら、力ではなく器用さによってダメージが上がる。買い値と売り値とかも出てんだこれ。すげえ親切だな。ってことはティズだな、パワーリスト。 OK、 攻撃力がめっちゃ上がる。頭にも装備してるから頭の攻撃力も上がるよ。そうすると、あと左下の宝箱か。あれがわからないな。あれもなんかいいのが入ってそうだな。こっちから行くか。扉とか特になかったよね。どうやって行くんだそもそもっていう。ほら、パワーリスト。なんか強くなったんだかよくわかんないけど。殴れ殴れ。すげえ、マジ強い。もう雑魚なんだけど、本当に雑魚が。雑魚が雑魚。あ、いけた。よし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 、回収完了。おお、十文字槍。装備する人いる？商人。両手武器だろ、だって。十文字槍で、あ、強い。これだったら、縦装備した方がいいかもしんない。十文字槍にして、で、盾を装備しよう。防御力も上がるしな。ちょっとだけ攻撃力下がったけど防御力が大幅に上がったから、やっぱ盾もな、重要っちゃ重要だよな。盾がないと回避がそもそもないから厳しいな。おらおらほら、こういう時もめっちゃ食らうんだろうな。槍に弱いし。さあ、そしてボスかな。この先は危険だぜ。テントで休もう。のほほんテントで。食べた食べたって、食料食べてんじゃねえだろうな。よし、セーブをして。結構レベル高いな。3130までだからな。あれ、どうやって行くの。こっちか。推奨レベルは超えてるな。あれ、なんか魔物がいる。ついに見つけたぞ。これさえあれば究極の大魔法。黒魔導士のアスタリスク所持者、元は広告軍空挺騎士団の副団長であり、一空気の読めない性格から敵味方問わず嫌。果たして今ドミノス、あ、あれ魔物じゃなくて、そりゃなんか言ってたな。なんだあれ。地震。え、なに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 。おお、落とされた。いってて、え、はぐれたの。ユウ、
いや、これ登っていけるだろう。どかすんじゃなくて。普通。あ、ダメでした、ティズさん。いや、事態はそれほど良くないわ。そんな。大丈夫。探検。さあ。とりあえず食料はあって安心だな。そのことなんだけど。え、なんで？食料のことは、俺もティズさんの俺たちが手分けして出口を探してみたんですけど。町からの救助隊を待つにしてもギリギリまで手口の食料は温存し、オミノスにバハムートにアルテミア、食料の奪い合いになるな。じゃあこの隙間に隠しておくわ。もうこいつに話してみよう。バハバハってなんやねん。え、絶対これ登っていけるだろ。普通にこっちの方なんてめっちゃ瓦礫少ないじゃん。なんなのこいつら、マジバカなの。アルテミスがいる。オミノス、アルテミア、命令従えない。またなんか言い出してきたのか。オミノス、不公平、リーダーの器。カリウドのアスタリ、元は広告軍ブラック。可愛らしい見た目とは裏腹、果たして今な残った食料分ける。おお、いいっすね。なんでリーダーの僕と雇われのお前らが食料。バハバハムート、バハムート、バハムートだったら飛んでけるだろう。飛べないの。食料分け、何を言えら。 お前今さら気づいたの？なんでこんなところに。食料の配達よ、配達。イデア、転職か？違うわよ。あの。あ、おお、配達の息子さんなんだ。グッグレイブ。はい。全然そっくりだからちょっとわかんないけどね。僕も同じです。あ、パエリアって言います。食いもんだなみんな。私たち3人。幼馴染な、ちょっとしたアクシデントよ。そ、大丈夫よ。私ら帰りに連絡を待ってるはずだから。そうですね。お前ら、出せよ。これで、いや、オミノス。毎食毎食、あのバハムートっていう道具。私たちや、早く。思った通りだ。うん、そうだな。これは人と減らしをするべきだな。どっちか殺そう。みんなで食べたみたいですし。あ、さっきの地震で持ってきた食料。なんだって？使えないやつだな。うん。さっきの残りが。え、くれんの？ありがとう。さあ。リーダーはこの。へいへい。なんだよその子。やっぱりリーダーを殺すべきだ。ここは食料のために。お、またなんだ気になって。助けが来たのかと思った。ティスが言ってた通り、アルテミアは対して、オミノスはまったく。この探検隊、それはこのままだとあの二人、その冷えてきた。その時はどちらかを倒す。一人分の食料が確保できるからな。初日、ほんのわずか。いやだから瓦礫を乗り越えていけるだろうこれ。2日目、頑張れバハムート。何が？バハバハ。何この音。イデア、なんで特訓してんの。このままじゃもうこの場を脱出するには。究極バハ。疲れたか、休んでいい。おいお前ら。はい。何
なんだよ。まあ、4人増えたからな。 でも食料はもうそ、バハムートにはひもじい思いさせるなって。 お前らの分をこっち。オミノス、ウォーボー、ここにいるもの同じ。そんなわけない。能力があり。なるほど。なんでイデアたちにまで配ってんだよ。そうだな、もともと部外者だしな。で、いいのよ。うん、俺たちは大丈夫さ。そうだ、隠し食料があるからな、大丈夫だ。これアルテミア。じゃぼく、くさ。いいか、後で腹が減って。見たところ、そう、まだ1日2日なら。すごい、バハムート。人気者だな、バハムート。ねえオミノス、なんでお前が。大魔王の決戦兵器って。近いって。2年前、それこそ世界フェムとフレア究極聖騎士様から妙なチーム。お主ならフェで、その魔法つ、バカ。そんなそっか。ああもう喋ったら腹減ってきたって。どんだけカロリー使ってんだよ。揺れくる。うわ、わからないか。オミノス、すごい魔。そっか。おお、イデア。オミノスの助手たちもすっかりあんたに懐いて。あいつら。そうだね、あいつら全員湯の花。アルテミアさん。いや、瓦礫を乗り越えればいいと思うよ。大丈夫だよ、リゾット。今頃大勢の。その通りよ。こいつら家来。僕らはともかく。そうね。おお、元気か？元気か？出口ないって。いや、あんまり変わってないと思うけどな。身長より小さいだろ、この瓦礫だって。どう見てもこの明かりがあるのがすごいよな。なんで明かりがあるんだっていう。さっきの残り？さっきの。なんだよ。いいか、お前らの雇い主はバハムートが2番目。いや、バハ、はあ、たくいいでや、お前が言う。はいはいはい、さあみんな。これいつ食料出すんだ。あ、おい。おい、お前ら。起きてる？やっぱりイデアはアルテミアの意見に。ああ。うん。対魔王の決戦兵器。めちゅ。マグノリア。ええ。こいつ起きてます。すげえ長い帽子かぶってんな。興味もあります。そうね。休もうか。ええ。2日目終了。食料なし。一瞬で食料が底をつきたな。そろそろ隠し食料出す時なんじゃないか。てか何日分の食料持ってきたんだこいつら。それ次第だな。お腹。あいてててててぼ、ぼく、ばは、ひどいよ。おはよう。お前のせいだろ。またその話。しつこい。あの、オミノス様。そうか。こんな薄い粥みたいなものが最後。お前らは我慢して。もう。不公平。お前も最後に。こ、
これで。よこせ。飯だぞ。ボホ。おい。おお、バハムート、さすがだ。ボホ。おい。アミノス、いい。お前ら。フェムとフレアは究極の。だから、でも、バハムートだけが。やっぱりだ。僕とバハムートが。フェムとフレアを得得したバハムートが、お前たちも知ってるだろう。あの魔王のせいで、エタルニアの西半分が壊滅した。え、そうなの？西半分が崩壊したの？いくつもの大海が蒸発し、あの世界を破壊し続ける魔王を倒、そしてフェムトを得得したバハムートならば、僕がいなくても、そのためだったら、ここに。私、知ってます。オミノス様が、え、誰よりも早く起きて特訓をして、なんでこんなところで特訓してんの。一番お腹が空いているのオミノス。ここで食料を出すべきだ。みんなブチ切れそうだな。一体どうだから、どうだ。邪形魔法の術的束縛を解除して、で錬成に錬成を重ね、刺激する魔法と同族術の錬成は愚か。当たり前だ。まずは火の最上級魔法ファイジャーを覚える。それはもう。お、すげえ。だからお前、いいか、究極10魔法、それを錬成を重ねて10魔法として、うん、全然わからない。最速でリミッターを解除して寝ずに錬成を重ねつ、たとえ得得できても食料さえあればな。さあ、ファイジャの術的束縛の解除には意外と体力と集。あんた、もう始めてたの？こんなところでやってんの？閉じ込められたその日からな。あのじいさんが言ってた。召喚されし獣の王が唱えられる最大は、刺激魔獣が唱えるのは、うん、全然わからん。通常ピコであるが、人のそれを究極じゅ。はあ、この極限状態でよくやるな。そんなにさっき立たない。あんたの子分たちが怒りの矛先は相変わらずなオミノスの一言ね。究極十魔法フェムトフレアに心、イデア心読み、ムグ、そうね、バハム、アルテミアは、アルテミア、アルテミア、世話になった。出発の時、イデア、イノ、人間、ドゴン。そうだね。え、まだ食料は出さないの？ちょ、長えな、このイベント。あれ、誰に話すんだ？こいつか。どうした？お、死んでる。リゾートが体中を痙攣させて、す、イデア。感応してる。左足だ。おととい破片を踏み抜いちゃったって。ケアルラだ、ケアルラ。少し荒領事。お、落ちた。手足、押さえ。産み出した。この可能止め飲ませつ。可能止めなんて持ってんだ。うん、大丈夫ですよ。俺たち三人。お、飯の匂いに釣られたか。バハ、こっちに渡して。ボ、えらい。イデア、飯に決まってんだろ。イデア、完全に悪者だな。僕が止めてたんだ。ずっと俺もごめんなさい。いいさ。おお、これを誰が食うかだ。水に何言ってんだよ。オミノス、全員に分配するか、こいつにやるか。話聞き、対魔王の休憩、いいか、僕たちが優先。次にバハムートが生き延びて、それが最優先。その食料は
オミノス、アルテミア、ユー、人間、ドゴン、救助隊が…黙ってろよ、スタッパー。いいか、お前の親父が異変に気づいて…いや、一日で来たよ、俺。救助隊が、僕たちがここに閉じ込められてるのに気づいて。いや、一日で来たよ。大丈夫だよ。イデア、イデア、この食料…一人当たり、ほんのわずか…3日か。3日あれば十分だ。それでも3日で…オミノスがフェムとバハム3日後か、もっと先か。ここにいる者すべての命は病、世界のためにオミノスに食料を渡して。これはどっちだ。2人の借金がこんなに。どっちを選んだとしても否定された方がとんでもねえ物語だな、これ。力づくでも止めようとするわ。黒魔道士か狩人か。これはな、黒魔道士がいいな。ってことは食料は平等に分ける。フェムトフレアはこの俺が引き継ごう。私はイデア。イデア、キズが言おうとしていることあんたの娘は世界を見捨て、いや、黒魔道士のアスタリスクが手に入ります。カリウドな、どうなんだろうな。弓このゲーム結構強いんすけどね。どうしようかな。白魔道士をちょっとスルーしちゃったからな、カリウドにしようかな。でもな、やっぱり魔法使いは一人欲しいからな、パーティーに。黒魔道士にしようっと。オミノスと戦ってでも食料は平等に分ける。お前一人が死ねば食料一人分が浮く。ダメよオミノス。すまねえ聖騎士様、バハムート来い。仕方ないんだ。てかこんなところでよく戦う元気があるよな。こいつらみんな意外に元気じゃん。黒魔道士オミノス、黒ルクセンダルクのためにバハム、バハムートもやる気だな。とりあえず調べよう、オミノスとバハムート。ハイポーションとかってさ、腹の足しにならないの？ハイポーション13個持ってるけど。おっと、ちょっと早すぎる。おお、結構ダメージは通るな。ハイラーか、やっぱり。おお、調べる。弱点水。ブリザードって水なの？氷なの？お、こいつヒットポイントが少ない。あ、なに？うお、つらい。マジかよ。水がない。悲しすぎる。とりあえずハイポーションで回復させよう。自分で。で、マグノリアはやっぱ攻撃に入るから、とりあえずオミノスの方がヒットポイント低いんだっけ？そうだな。オミノスを先に倒そう。ケアウラは全体。よし、これでいい。500の ?800 当たるか。おお、回復してきた。やっぱりオミノスから先に倒すか。1000！ いってー、危ねえ危ねえ。ハイポーション。いや、こいつちょっとガードしよう。で、ケアウラで U を回復させて攻撃と。やるな。くらえくらえ。ハイラ。おお、魔法もガードできる。お、つえつえ。デフォルトもう一回かけるか。ちょっと一回デフォルトかけよう、全員。オッケー。ハイラ。甘い。ハイラ。甘い甘い。ピコフレアみたいな。で、ここでちょっとブレイブをかけて、オミノスを倒す。マグノリアも、オミノスに攻撃と。ケアルラで回復させよう。全体と、イデア。で、キズも攻撃と。サンダー効くのかな？必
必殺技かけよう。インフィニティ。よし、OK。ケアルナ。ケアルナ。インフィニティ。くらえ。おお、2000。強い。いくぞ。おららら、おららら。これでオミノスを倒したい。くらえ。よーし。そうだ、俺たちが何とかしてやる。安心してお前は行け。あいたたたたたた。ちょっと攻撃回数が上がってるから今のうちに。ケアルナ、あれれれれれ、当たらない。おお、回避率が高い。500、攻撃が強いな。ケアルナ、強い。ユウが弱い。ウギハゲのダチンが発動してるけど、ヒコフレアー、いってー。ハイポーションで回復。二人で回復しないと間に合わない。ハイポーション、マグノリアが主力だからな。おっしゃ、行きがけ。ヒコフレア、いった、死んだ。マジか。生き返らせよう、フェニックスも。フェニックスも200だかんな。でも食らったら死ぬ。危ねえ危ねえ。ヒットポイントいくつ、あと6000あるか。ちょっとまだ削りきれないな。ガードしよう。でこいつは攻撃まだ大丈夫だな。ケアルナは使える。剣技とか劣化のウルフ、先に劣化のウルフの構えを取っとくべきだったな。よし、攻撃力アップ。テントフレア、危ねえ危ねえ。デフォルトで、こいつまだでも BP はあるか。半分これちょっとエクスポーション使おう。蹴散らない。で、全体。これで回復が間に合うはず。一旦ちょっと回復させて。よし、750。完璧。甘い甘い。で、必殺技。ホライズンってなんだ？で、攻撃と。よしよしよし、ホライズンクリティカル 300%。 これはいいね。3倍ってことか。652。ヒコフレア1000、3400。これは押し切る。商売って何かある。いいや、攻撃しよう。もうマグノリアも攻撃、あれもう一回攻撃か。で、イデアはちょっとやっぱり回復をしよう。2回。で、そこから、マジックパンなくね？50しかないからブリザードで、もう攻撃するしかない。で、こいつもブレイブをかけて、攻撃。いや、待って。剣技を使おう。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン。よし、これだ。これでいけるはず。回復しよう、回復しよう。ブリザード200、弱え。攻撃の方が強い。よし、1700。あ、全然余裕だったな。レベルアップ、ジョブレベルアップ。コンドル、ボムのかけら。ボムのかけら人気だな。だいたいボスが持ってる。よし、クロマドーシ。敵がなんでこんな怪しいんだ。まあこれは普通に黒魔法でしょ。魔法買ってないからな。ただまず猫使いをなんとかしないと。やっと
気づいたの。ちょっとはバハムートを見。バハムート、当たり前。バよし、できた。30個って何？小脇アルテミアさんと僕たち10人。そう、一人当たり3食分。じゃあ最初の食、バハムートも。なんで丸飲みダメなの？このバハムートにフェムトを仕込む。リゾットくんの具。ええ、あれ、そう、はい、うん、はい。結構長えなこのイベント。おお、来た救助隊。一瞬で来たな。ここは湯の花温泉。助かったの？ああ、半月ものはチャプライ君の親父さんを覚えているか。あの砦の設計者を見つけるのに、おかげで大規模な天井の崩落もなく。チャプライ君。ええ、彼らバハムートが。あれからの顛末は手帳。なるほど。最後の方は誰が書いたのかも。おお、リゾット君の熱はすっかり下がった。ほん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 、一食分ってことは10日分を何、食料なしで過ごしたの？おお、まだ食料は残ってるね。5日目。食料なし。ほんほんほん。記録は、救助隊が突入してきた後、外からの光の中で、そう、オミノスは救助隊の腕を振り、アルテミア、結構元気じゃん。彼女もこの町を去っていったわ。さて。え？何言ってるんだよ。息子たちを助けてくれ。ねえティズ、元気を出して。イデアさん。結構元気だな。早く降りてきて。でも15日間もこのメインイベントをほっといたんだろう。てかさ、こアニエス何やってたのお前。結局源泉堂、陽子さん15日間源泉堂にいるんだよ。陽子さんがピンチだろどう考えても。あいつ何日分の食料持ってったんだ。大丈夫か、陽子さんが心配だむしろ。というところで、とりあえずクロマ同士のアスタリスク手に入れましたね。とりあえず15日間閉じ込められてみたいなんで、陽子さんはその間ずっと源泉堂にいるんで、早くこっちも助けに行かないとやばいっすね。というところで、今回はこれで終了します。